皆さんおはようございます。今日はですね、富士スピードウェイの方に来ておりまして、今年2019年のエンジョイ茂木7時間耐久4輪の方のですね、マシン製作を行っております。マシン製作はですね、今年新たに、シミットのですね、タイプ R を手に入れたんですよね。今まで、私はですね、2000年に、いや1999年と2000年にですね、シビックタイプ R EK9 で、スーパー耐久をですね2年、ウィズミファクトリーで、まあ、エントリーして、随分シビック作りをやったんですけどね、今回も、シビックタイプ R エンジンのですね、マシンが手に入ったので、改めて、そのマシンをですねちょっと作り込んでおりました。昨年から、なかなかですねきちんと走らなかったんですが、そのマシンを、2019年度の、富士スピードウェイで1月17日か持ち込んで、改めてあのシェイクダウンテストをね行っているんで、ちょっとその模様をお伝えしていきたいと思います。それではどんなことをやっていたかというとですね、今日は主に、まあ、ハンドリングを作るためのですね足回り、特にですねホイールサイズをですね、まあ、各種テストをするっていうのをやりました。今回持ち込んだホイールサイズはですね、単なる、オフセット違いだけではなくて、16インチも持ち込んで、16インチ、15インチ、そしてオフセット違いをですね、ここまで揃えていました。タイヤは195か205を選べるようにして、ホイールサイズは15インチか16インチ。今回このタイプ R の場合はですね、4ケツ、4つのですねホイールナットを使っているバージョンに交換してあります。本来タイプ R は5ケツなんですが、私もですねスーパー耐久シリーズ出ている時には、ホイール交換のですね速度を速めるために、わざわざハブを変えて4ケツバージョンに変えているので、今回は4ケツのですね、ホイールを使っております。タイヤホイールはですねうちのロータスで使っているタイヤサイズホイールサイズを持ってきて、これだけのですねサイズになるので、まあ、15インチ16インチ、そしてオフセットが、まあ、35、36、42、そして38とですね数々のオフセット違いをですね前後に履き替えて、ハンドリングを作り出す、アンダーオーバーを富士スピードウェイでテストをしながらですね、やっぱりブレーキングしながら突っ込んでいって最初にケツが出るのか、それともアクセルを開けながらケツが出始めるのかをチェックしながら、まずアンダーオーバーをですね綺麗に整えていくと。今回はですね、各セットを試した結果、そうですねフロント16インチまで履かすと、結構ですねリアが出始めるので、本当はそこに対してリアホイールサイズ、もしくはオフセットをですねスペーサーで、外まで、リアを外まで出してくればですねバランス取れてくるんですが、まあ、今回エンジンチューニングされているためにですね、ホイールサイズをどんどん上げていってですねタイム稼いでいっちゃうと思うんですが、そうなると今度はですね16インチのタイヤを使い始めると値段がですね、ワンレースごとの耐久レースで高くなっちゃうんですよね。まあ、タイムを取るべきかコストパフォーマンスを取るべきかっていうので今悩んでいるんですが、ちょっと帰ってから、まあ、ロータスのホイールと共用ができるかどうかをですねちょっとチェックしながら、コストパフォーマンスよくタイムが出るマシンをですね作っていこうかなと思ってます。今回は、ベストタイムは2分5秒02に富士スピードウェイで2分5秒台が出る、シビックのですねタイプ R を作る、まあ、作るというか今まだシェイクダウンぐらいなので、この後バランス取っていけば2分3秒ぐらいは出るんじゃないかなと思うんですよね、簡単に。まあ、そこまでいくと、
耐久レースに使ってもコストパフォーマンスのいいマシンができるんじゃないかなと思うので、まあこれで今年のレースに使える、シビックがですね出来上がったんじゃないかなと、まあ、今年度はですねこのシビックでちょっと戦っていこうかなというふうに、思っております。今回のですね、テスト&セッティング富士スピードウェイ毎年、まあ、この時期にやっているんですけどね、ここから、マシンのシェイクダウンをして、今年のレースに出るメンバーをですね、決めていこうというのを4輪の方でもやっております。ウィズミーはですね2輪も4輪も必ず、まあ、エンジンにお金をかけるよりは、まあ、ハンドリングをしっかりと作る、まあ、テスト&セッティングですから、足回りをですねきちっと決めて、きちっとした特性の車両でまあ、走り込むことによって、ドラテクをですね、まあ、ドラテクライテクをきちっとですね、基本で走れるようにしていこうというのを、目論んでやっております。エンジンばっかりお金をかけててね、ハンドリングがちょっとトリッキーなマシンだとちょっと癖のついた、まあ、ドラテクライテクになってしまうので、まずは、ハンドリングをしっかり作り出すということをね念頭に置いて、こうやってね年始めから、4輪の方もやっています。今年はですね、シビックは、6月15、16日に開催されるモテギのエンジョイ7時間耐久に出るつもりなんですが、今回使っているタイプ R とともにですね、シビック EG6 もですねあります。あとまあロータスもあるのでね、今年はどんなメンバーで、モテギの7時間耐久に、まあ、向かおうかなっていうのをですね、目論んでいるんですが、ぜひですね乗ってみたいなという方はですね、まあ、一緒にこのハンドリングテスト&チェックをやりながらですね、乗ってみたいなという方はですね、実は、このための練習走行が3月15日、そして4月30日、5月25日と、このエンジョイ7時間耐久のためのですね練習走行がありますので、ここはですね走行会形式でやっているんで、皆さんも乗れることができると思うので、ぜひですねハンドリングを作り上げた、まあ、シビック、タイプ R、EG、そしてロータスなどをですね、乗ってみたい方は、ご連絡いただければ、モテギの7時間耐久目指して、いけるんじゃないかなと思います。またちなみにそのためにですね JAF ライセンスまで取りたいという方はですねうちの方で JAF ライセンスの、取得スクールをですねやっておりますので、ぜひですねウィズミに問い合わせいただいて、4人のレース、ね、楽しんでいただければいいんじゃないかなと思いますよ。ということでね、今日の、まあ、テスト&セッティングはですね、まあ、順当に富士、まあ、今日ねあんまり寒くなかったんでね、結構きちっとしたテストができて、まあ、今年乗るメンバーも少し着ながらですね、丸耐、そして筑波の5時間耐久とモテギの7時間耐久にウィズミが参戦する、まずはマシン作りやってみて、まあ、この後はですね3月4月5月と、ぜひですねお客さん、視聴者の皆さんにですね、一緒に出られるようなレースができればいいなと、まあ、もしくはそのマシン作りのテスト&セッティングっていうのをね一緒にできればいいなと思ってますよ。あくまでも、基本となるマシンのねハンドリングを作ってからレースに挑みたいなというのをですね正月明け早々から富士スピードウェイでやってみました。ということで
ぜひ皆さん興味がある方はウィズミーに問い合わせをね、してみていただければと思います。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。